トマベ知識認定コーチの西村です。本日はバーチャルリアリティは一人称でっていうお話をいたします。ルータイスさんのアファメーション、非常に綺麗に書けてる方よく見ますが、なんかうまくいかないんです。夢が叶うのがなんかうまくいかないとか、なんかイメージ描くときにうまく感情を呼び起こせないとかっていう方、ヒアリングしてるとちょっと気になることが時々あります。それはイメージを描くときにちゃんと自分の視線、自分の目から見た映像を描けてますかっていう部分です。私以前車ゲットした自分をイメージする例えで出したことあります。フェラーリに乗ってる私をイメージするときに、ハンドルを握って手元でアクセルとかの調整してブレーキ踏んで、自分が運転席、まあ女性の場合は助手席でもよろしいっていう風に、車の中から外をこう正面のウィンドウから眺めてる、そんな映像を描かなきゃいけないんですよ。車があって、つまりフェラーリね、を外からその乗ってる自分を見ている、もう一人の自分がいるみたいな映像を描くと失敗しますっていうことです。じゃあっていうことで、受講生さんが出した事例がこちら。私オリンピックで優勝しちゃったとかっていう映像を描くときにですね、1位の表彰台に登ってる私をなんか外から眺めてちゃいけないんですねっていうことです。そうなんです。これこういう風な映像を描いちゃうとブッブー NG でございます。じゃあどうすればいいのっていうことなんですけど、あくまで表彰台の上にも登っちゃって、そこから見える景色っていうのを想像するんです。つまり2位の選手と3位の選手が俺の横にいるぜ、で高いところに登ってるからなんだか涙ぐんでる、あのいつもサポートしてるコーチとか親とかなんかそういうのが見えて、でなんか新聞記者がパシャパシャ写真撮ってるぜイエイみたいな映像を描くとうまくいきますっていうことなんです。皆様、夢を叶えるコツは一人称現在形、ルータイスさんの夢の方程式 I×V イコール R のそれぞれの数値を上げるためには、きちんと一人称現在形で自分のイメージ描きましょうねっていう、そういうお話でした。